今日は徳の津幡幼稚園に食育授業に行ってきます。お天気ね。はい、津幡徳の幼稚園に来ました。今日は食育授業です。果たしてどうなりますやら。イエイ。はい、今日は林さんに来ていただきました。今日はどんなお話してくれるか楽しみですね。園長先生も楽しみにしていました。なんか出たちすごいね。出たちって格好がすごいね。なんか他の幼稚園の友達からいただいたんだって。一発で林さんが向こうから歩いてきたってすぐ分かるように来ていらっしゃってます。はい、はい、じゃあお願いします。はい、じゃあおはようございます。はい、ねえ、稲刈りも脱穀もできてよかったね。本当に林さん、楽しくできました。ところで林さんの今このかぶってるこのヘルメットのこれ何？お餅だけど何？そのお正月の餅なんていうのこれ？え、柏じゃないぞ。え、うん、かぐら餅。え、え、やばい、お正月に飾るこの餅のこと、え、もう一回言って。手紙餅し、あ、鏡餅ね。そう、これは鏡餅って、林さんがかぶってるこれはね、鏡餅なんだよね。うんちじゃないよ、わかった？ね、ね、ね、で、ここになんて書いてある？社長。そう、林さんね、野々市でお餅とお米を作る会社の社長さんをやってます。知ってた？知らなかった？知らなかったやろ。ね、で、林さん、今日はみんなに、食べ物の話をしに来ました。食べ物の話をね、今から3つするから、林さん質問とか、なぞなぞ言うから、みんな答えれますか？はい、よかった。そしたらね、まず、今から出すお野菜を、こう、空中に育つお野菜と地面の下で育つお野菜で分けてください。指でこうやって空中は指空を刺したり地面刺してください。分かった？いくぞ。まずね、人参さん、下か、下、下だね。ああ、よかった。これ上になってたら大変なことだよね。いくぞ。ああ、いくぞ。トマト、下。え、つばたじゃこれが地面に埋まってんの？上でいいか？上か？ああ、よかった。ドキドキするわ。ね。はい、次。ナスビ。上か？上だな。ああ、よかった。これ、下に生えてたら事件だぞ。ねえ。あ、これわかるわ。ごぼうさん。下、そう。土ついてるもん。ねえ、すぐわかっちゃうね。はい、次。キュウリー、うえー、はい、よかった、全員でした。よし、これは簡単だろう。大根、下。あれ、若干上がいるけど、あれは漬物のために干してあるやつだぞ。地面の下でいいか？下ね。はい、よかった。で、最後ピーマン、うえー、はい、よかった。はい、そうしたらさ、この空中の野菜っていつ頃取れるか知ってる？夏とか春とか。そうね、あったかく、あったかいの取れるんだよね。よく知ってるね。じゃあさ、地面の中の野菜はいつ頃取れるか知ってる？冬。冬。冬とか秋。よっ、すごいね、よく知ってるね。なんか、誰の教えてもらった？え、サイラ神社。神社の人で、いや、すごいね。柳田のばあば、ばあばに。なるほどね。いや、こんだけ知ってる幼稚園児も初めて会ったね。地面の中で育つのよ、暖かい、寒い時に。ね。でさ、じゃあさ、この地面の中のお野菜って、食べると、体を温めてくれるって知ってた？知らんかった。知らんかった？体温めてくれるんだよ。で、知っとった。で、
夏の空中の野菜食べると体を冷やしてくれるって知ってた？知らんかった？体を冷やしてくれるんだよ。じゃあさ、この空中の野菜、夏の空中の野菜で作るおかずを答えてください。手挙げて。ん？どうぞ。どんなおかずあるかな？そうそうそう。ん？手挙げて手挙げて。はい、はい、どうぞ。ナスビのふかふか。ナスビのふかふか。なんかうまそうだけど、ちょっと林家じゃ食べたことないな。はい、次、はい、どうぞ。どうぞ。ナスの肉詰め？ナスの肉詰めなんだ。すごい、今初めて聞いたぞ。ナスなんだな。すごい。はい、他は？はい、はい、はい、どうぞ。ナスビの翼じゃナスしか食ってないのか。おーい、いっぱいあるぞ。はいはいはい、次次次次次、他の子はいないの？あ、じゃあどうぞ。いや、何でもいいよ。え、キュウリの酢玉の林さんも大好きよ。だ、健康的だよね。はい、他浮かんでいくか。はい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 、キュウリの漬物。キュウリシリーズ来たぞ。はいはいはい、ピーマンの肉詰め来たね。他は、他、え、おい、トマトとか、ピ、トマト丸と、はいはいはい。ナスの漬物。おー、つばたはナスとピーマンが多いのかな。他、他、はい、はいはい、どうぞ。ピーマンのキュウリのサラダ。キュウリのサラダ、はいはい、美味しいよね。さあ、結構出ましたね、おかず。空中のお野菜で作るお野菜。さあ次、地面の中のお野菜で作るおかず言ってみてください。はい、はい、はい、どうぞ。人参、はい、スープ、はい、いいね。はいはい、おでん、素晴らしい。はい、ちょっと待って、はいはい、ごぼうのきんぴら、素晴らしい。はい、次、はい、はい、大根おろし、もう定番やね。はいはい、人参ご飯。人参ご飯、おー、美味しいもん食べてるね、みんな。はい、どうぞ。人参のカレー。人参のカレー、いいね。いやいやいや、みんな美味しいもん食べてる、素晴らしいね。そうしたらさ、この冬のお野菜ね、体温めてくれるお野菜をお母さんが間違えて、体めっちゃ温まってくれるこの冬のお野菜作ったおでんを、毎夏のすっごい暑い時に毎日毎日おでんばっかり食べてたらどうだと思う？暑い、暑い、暑くてどうなる？熱中症。そうそうそう、熱中症になっちゃうんだよね。ね、そしてさ、これから寒くなるよね。もうだいぶ寒くなって、これからめっちゃ寒くなるのに、お母さん間違えて、毎日冷え冷えのサラダ、野菜サラダばっかり、朝昼晩って食べたらどうなる？いや、お腹冷える。お腹冷えるね。大丈夫。大丈夫？うん。き、うん？お腹冷えたらどうなる？ん？風邪ひくよね。そうそう。お熱出るね。だからみんな、これから寒くなるからね、地面の中のお野菜をたくさん食べて体を温めてくださいね。そして次、これからまた夏が来たら、暑い時にね、空中の野菜をたくさん食べてください。わかった？じゃあ聞くぞ。ピーマン嫌いな子。すごいいるやん。ああ、じゃあ下ろして下ろして。はい、じゃあさ、トマト嫌いな子。いる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 。はい、下ろして。ね、だからみんな、空中の野菜、夏のピーマンとかトマト好き嫌いあるけど、夏暑くなったらこれも一生懸命食べてくれると林さんとっても嬉しいと思っていますので、みんな夏が来たら頑張って食べてください。また。はい。
はい、よかった。で、で、二つ目の話。今から配るものを見てください。皿じゃない。中に入ってるものは一体何でしょうか。で、お友達と今配ってみてね。後ろに回して。はい。触ったり匂い嗅いでみ、あ、持った、触って、持って、お皿持って。みんなで見てください、順番で。触っても、触ったり匂い嗅いでもいいけど、食べちゃダメよ。さあ、何入ってるのかな？種も入ってるよね。さて、質問です。あれは何でしょうか？手挙げて。はい。はい。種じゃない。種は入ってるけど、種は入ってるけど、何に使うのかな？何に使うのかな？手挙げて。ん？何、はい、どうぞ。何のご飯？何に使うのかな？いや、何に使うかわからん。はい、どうぞ。キャットのご飯。近い。誰かのご飯。誰のご飯かな？はい。はい。野菜のご飯。違う。野菜のご飯じゃない。キャット以外。はい。キリン？キリンよりちっちゃい。え、彼分かったの？はい。犬より大きい。キリンよりちっちゃい。誰のご飯かな？飛ばない。飛ばない。はい。え？クマより大きい。クマより大きいぞ。はい。え？ダンゴムシ？ちっちゃいちっちゃい、それはちっちゃいで。あ、昆虫じゃない、虫じゃない。ほら言ったぞ、キリンより小さくてクマより大きくて昆虫じゃなくて飛ばない。ほらほら、だ、誰かのご飯、誰かの餌。はいはい。ライオンより大きい。ほらほらほら。はい。カバより、カバの方がでかいかな、同じくらい。はい。ピューマ？足遅い。ピューマより速く走れない。チーターより足遅い。え？ん？ゾウよりちっちゃい。はい。はい。カメ、凍らない。凍らない。よし。ほらね、大ヒント言うぞ。大ヒント。動物園にはいない。動物園にはいない動物。はい。はい。コアラ動物園だよ。コアラ動物園だ。コアラツバタにいないだろ。あ、そう、ツバタにいるよ。なんで動物？はい。こちら。泳がない。泳がない。残念やったけど、動物園にはいない。泳がない、飛ばない、虫じゃない。どうぞ。はいはい、どうぞ。鶏？鶏じゃないけど近いぞ。はい、はい、大正解、拍手。いや、君は偉い、よかった。そうだよ、牛さんだよ。お肉どうしよう。これさ、牛さんこんなの食べてんだろ、知らんかった。林さんも草食べてると思ったら、草だけじゃなくて、こんなトウモロコシとかいっぱい入ったこれを食べてんだよ、牛さん。びっくりしたわ、林さんも。ね。だから、これは牛さんの餌なんです。で、ところが、みんな、はい。ありがとうございます。超高級肉。はい、ここに置いといて。
和牛ローストビーフすごい高級品だって黒毛和牛って書いてあるもん。あのたくさん林さん幼稚園とか小学校行ってお話するけど、こんな高い肉手渡されたの初めて、うん、ね、後でこう持って帰ろうかなと思うやけど、あさすがさすが園長素晴らしい。そしたらさ、こんだけのお肉ね、みんな焼肉好きですか？林さんも大好きでね、毎日毎日焼肉食べたいのよね。でもさ、毎日毎日焼肉食べてたらどうなると思う？お腹ボコーンだって、それのなんていうの太ってしまう。林さんも、林さんもちょっとなっとるんけど、毎日毎日ね、太ったりね、あのあとそういうのなんていうの、メタボってか知ってるね、メタボって病気になっちゃうのよね、あんまりそんなのばっか食べてたら。だから毎日毎日お肉食べたら困るんだけど、林さんもう一つ困ること、みんなはお肉ばっかり毎日毎日食べたらどうなるかって言ったら、実はこんだけのお肉ね、こんな高いけどこれだけのお肉がを牛さんがお肉作るためにどうしてるかって言ったら、ここにある林さん持ってきたんだけど、こんだけの餌を食べてんだよ、わかる？だってそうじゃん、こんなに食べないとお肉できないのよね、たったこれだけのお肉がね。だから林さん困ることがあって、みんなお肉ばっかり毎日食べたら、ここに使ってる牛さんの餌のトウモロコシが足りなくなって、林さんの田んぼも全部トウモロコシ畑、つばたの園庭も全部トウモロコシ畑、みんなのお家のお庭もトウモロコシ畑にしないとね、畑足りなくなっちゃうよね。だからそんなんだったら林さんお米作れなくなっちゃうでしょね。だからみんなには実はお願いがあって、マスクしてるから分かんないけど、歯をとんがり歯4本にってあります。お犬さんの歯4本生えてます。でお犬さんの歯4本分でお肉食べて、前歯8本でお野菜食べて、そしてね奥歯16本とか20本生えてくるから、それでご飯とかパンを食べてほしいんです。わかったね。お肉ばっか食べてるとみんなライオンさんの歯になっちゃうよね。だからあのお肉は4本分食べて、前歯8本分でお野菜で、奥歯16本20本でご飯を食べて、だからお肉ばっかりじゃなくてお野菜とかご飯も食べてくれると林さん嬉しいと思ってます。わかりましたねえ。はい、よかった。じゃあ高級和牛どうぞはい、2つ目の話終わって3つ目の話が一番大事ね。今から出すお野菜を本物と偽物で、あ、後で当てるよ、はい、本物と偽物に分けてください。わかる？偽物と本物と、本物指さしてね。いくぞ、まず簡単なやからいくぞ。じゃか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 、玉ねぎ、こっち？こっち本物？あ、よかった。なんかね、ちゃんと根っこついてる。いくぞ。あ、これすぐわかるかも。トマト。こっち？こっちでいいか？ああ、よかったよかったよかった。よしよし。これはどうかな？ピーマン。こっち？こっちでいいのか？え？どっち？こっち？こっちでいいか？よしよし、こっちとこっちだけよ。で、これわかる。すぐ答えてね。はい、行くぞ。せーの。人参。はい、こっち。はい、よかったよかった。これ意外と難しいぞ。じゃがいも。あ、こっち？こっちなんだな。ああ、よくわかるね。ねえ、すごいすごい。これもどうかな。結構先生上手に切ってくれたよ。じゃ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 、ブロッコリー。バレた、ブロッコリーね。はい、ということで本物と偽物で分けれました。そしたらさ、食べれるのはどっち？こっち？本物なんだ。へえ。でもさ、今日先生にお願いしてこの人参を細かく切って、プラスチックの人参細かく切ってチャーハンにしてもらいます。食べれん？食べれんやつ
食べれんやつ食べたらどうなる？死ぬ。死ぬ前に、え？喉詰まる？ね、あ、そうなんだ。プラスチックの人参は食べられないんだな。ね、じゃあさ、みんなカレー好きだよね。だから、プラスチックのじゃがいも細かく切ってカレーにしてもらいます。無理か。喉詰まる。そうなんだよな。偽物は食べられないんだよね。じゃあさ、こっからなぞなぞ。なぞなぞだぞ。いくぞ。偽物は食べられなくて本物は食べられるんだな。そしたらさ、本物にあって偽物にないものなんだ。はい、手挙げてどうぞ。本物にあって偽物にないもの。はい、はい、どうぞ。匂い。匂い、はい、素晴らしい。これプラスチック匂いせんよ。はい、次。はい、どうぞ。え？根っこ？うん、そう。玉ねぎ根っこあったけど、さっきのプラスチックないよね。はい、次。はい、はい。砂、あ、そう、砂ついてるよね。畑から取ってきてるから。はい、はい、他は？砂とか。はい、はい、はい。さあ、本物にあって偽物ないものいっぱいあるやろ、まだ。根っこと砂だけか。はい？ヘタもあるよね。でもこっちもヘタあるよ。プラスチックだけど。ん？他は？はい。色ついてるよ。はい、はい。え、え？色、いや、色じゃないな。ま、なぞなぞ、はい、はい。中に粒々入ってんだよ。その粒々って何？ああ、種。種だよね。種と？いや、こっちは入ってないね。種？え、種だけ？お、汁。あ、手挙げて、手挙げて。種と汁は出たよ。それだけ？根っこだけ？え？本物にあって、偽物ないの。皮？皮はそうだけど、はい。味出た。味出たよ。え？味と種だけなの？本物にあるの？その中身何？はい。口？違うな。茎？茎は、うん、茎もそう。中身が、そう、茎くっついてるよ。他？ん？中身。ん？えぇ？中身。味と種しかないのかな？はい。はい。汁だけ？他になんかない？食べれるんだよ。はい。身。それ身には何入ってんの？そういうの。みんな体作るもの何？食べたら体できるんだろ？え？カルシウム。そういうのなんていうの？カルシウムだけじゃない？え？栄養。そう。はいはい。近づいてきたよ。え？うん。じゃあさ、種とか栄養だけかな？まだまだ大事なもんがあって。じゃあ、ヒント言っていいかな？ヒント言うよ。種入ってるよね。種植えるとどうなる？そう、育つやろ？なんで？プラスチックの種植えても育たないけど、本物の種植えると育つよね。なんで？何が入ってんだよ。手挙げて、手挙げて。はい？え？え？トマトからできてるんだけど、トマトからトマトになるのは何か入ってんだよ。何か大事なものが入ってるよ。一個だけ。ほらほら。トマトの種植えたらトマトになっちゃうのはなんで？プラスチックのトマト植えてもトマトできないよ。水じゃない。え？ほらほら。大事なもん。わかんない？じゃあ、超大ヒント言っていいか？超大ヒント言うぞ。本物にあって偽物にないもの。林さんも一個持ってます。みんなも一個持ってて。お母さんも一個。お父さんも一個持ってる。はい！命！そう！大正解！みんな拍手でね。拍手。そうなんだよ。命！ねえ、みんな、ご飯食べるときなんて言う？いただきます。あれは命をいただいてありがとうございますという感謝の言葉です。だからこれからみんな
ピーマン嫌い、トマト嫌いって言わずに、ね、命をいただいてありがとうございますという感謝の気持ちでご飯を食べてください。はい、これで林さんの、食べ物の話3つ終わります。今日はありがとうございました。ありがとうございました。最後何が入っているって言ったんだっけ。うん、そうだよね。みんなの命はどこにあるんだろう。ここかな、心臓なんだ。命ってすっごく大事だよね。みんな自分の命大事にしてくださいね。はで、お野菜命いただいてますよね。じゃあなんて言うのかな。そうだよね、命をいただきますって。夕食の時にいただきますっていう意味分かった。残さず食べんなんね。園長先生楽しみ。ピーマンやトマトキュウリ頑張って食べてね。はい、はい、今日はどうもありがとう。はい、ありがとう。はい、楽しかったです。さっきから一生懸命手挙げてるから答えが聞きたいんだけど、ね、それでは、改めておはようございます。今の子どもたちの、食育授業の補習をします、ね、実はこれ最初のお野菜を分けた授業っていうのは、中国のことわざで振動不二っていうことわざがあるんです。これ体と土は二つにあらず、要するに体は土でできてるっていうことわざなんです。で、でさらにこれは四里四方、四里昔のあれですけど、いわゆる16キロ四方のものを食べていれば人間は幸せで健康になれるという中国のことわざなんですよね。で、あの体は土、体と土は2つにあらず、要するに土からできてるって皆さんよく考えてください。私土なんか食べてないって考えてると思うんですけど、野菜は土からできてますよね。だから食べてるんですよ。で、お肉、あの牛さん草食べてるけど、あれも草は土から育ってるわけです。だから結果的に我々は土の栄養分で体ができてるんですよね。だから、体は土からできてるということわざで、で16キロ四方、要するに地元のものを食べていればとっても幸せで健康になれるということで、でも今16キロ四方のもので生活できる人はいません。だからこれ国産だと思ってくださいね。そしたら国産のものを食べると大体自動的に旬のものを食べれます。だからさっき子供たちに聞いた空中の野菜、これ夏取れます大体ね。でこれは体を冷やしてくれます自動的にね、不思議ですけど。で地面の中の野菜、これは冬で、これは体を温めてくれる温野菜ね。ですから空中の野菜を夏自動的に食べれば旬のものは体に入りますし、これから寒くなったら地面の中の野菜を食べたら体を温めてくれて旬のものが体に入ってきます。でも最近スーパー行きゃ何でも売ってますよね。トマト夏のもんですけど、僕この食育授業やるのに幼稚園に電話して用意しておいてくださいって、いや今冬でトマト用意できませんっていう幼稚園は今まで皆無です。要するにどこ行っても手に入るんですよね。ところが旬の野菜とはもう旬を外れたお野菜の栄養価って言ったら下手したら5分の1とかね、10分の1の野菜もあるんです。ですから本当に、旬の時にのものを一生懸命あのお子さんとかに食べさせてあげると、健康で健やかなあの成長が見られるんじゃないかなと思って、あのこういう風な授業をやっていますね。ですからお野菜だけじゃなくてお魚さんもねイコールで旬のものっていうのはやっぱりすごく栄養が乗ってて、あの体にいいっていうことを覚えておいてください。2つ目の話、実は牛肉1キロ作るのに枝肉ベースで餌が10キロいります、ね、で豚さん1キロの肉作るのに6キロの餌いります。で鶏さん1キロで餌4キロいります。これがよく見たらあのスーパーの値段の差ですわ大体。要するに枝
餌の値段で皆さん価格が決まってるんですね大体。で、まあ津幡徳野の皆さんが普段食べてらっしゃる近江牛、松阪牛で超高級肉はあれはね13キロも餌やってるんですよね。だから高いですよね。ところが我々のような庶民はこんなもん食べれません、なかなか。だったらもっと安いお肉欲しいよね。で、畜産業界も厳しいございます。もっと少ない餌で1キロの牛肉できたらいいよねって言って、例えば9キロの餌で1キロの牛肉ができたら儲かりますよね。ところが魔法の餌が実はあるんですね。その名前が肉骨粉といって、肉の骨の粉って書いてあるんですけど、これ牛さんの食べれない部位、脊髄とか脳髄とかそういうところをもう一回粉にして牛に戻して食べさせるんですよ。要するに共食いさせるとどんどん太るんですよね。ところがまあね、神様はちゃんとよくしたもので、共食いさせると病気になります。それがね狂牛病っていう、でよく狂牛病って言いますけど、みんなニュースでは BSE とかって言って話がニュースで出ます。で、狂牛病20年ほど前にわーっと出て、でそれから一生懸命頑張って、まあ、減らしてます、収束してるんですけど、実は出た時に国産の日本の畜産業界の人は全頭検査しました。もう狂牛病ならないんで。ところが王子タスマニアンビーフに関してはあそこは狂牛病発生してないという前提のもとに検査をし、まあ、しない。で、次アメリカは狂牛病発生してたんですけど、政治的な話し合いで何年何ヶ月の子牛だけとか牛を検査しますっていうことにしたんですね。抽出検査みたいにね。ですから国産牛以外は結局その安全が担保されてないよね、保証されてないよね結局。だからスーパーでの値段の差も結局国産が一番高くて、次タスマニア、次アメリカ産ってなってますね。ですから皆さんお子様にはなるべく国産品を食べせてあげた方が安全が保証されてるから。で、僕野々市で PT の役員ずっとやってて、給食センターの諮問員とかでやってて、でその時も野々市の給食には国産品以外は食べさせないでくださいって言ってお願いして、で今も続けていると思いますけど、やっぱりやっぱ値段が安いのにはやっぱ訳があって、まあ、そういう意味で言ったら国産品を皆さんお子さんに食べさせてやってほしいな。でね、まあ僕ぐらいの年になったらもうパパやらほで、おじいちゃんはもうそんなに先に長くないんで、アメリカ産でも何でも食べさせておけばいいんですけど、ぜひ国産品を奥様には食べさせてやってほしいなと思っています。で、これがまた BSE ってハイカラな言葉がもう一つあって、似た言葉があって、遺伝子組み換え大豆って知ってます？豆腐とかに書いてあります、たまに。ね、遺伝子組み換え大豆って何だろうって、その意味を知ってる人って少ないんですね。実は遺伝子組み換え大豆っていうのは、うちでも大豆作ってます。こうやって畝立てて大豆の葉っぱができます。で、こうやってさやが枝豆ができて、で最後葉っぱが枯れ落ちたら収穫します、機械で。で、ところが余計なもんも生えます。こうやって草が生えちゃうんですよね。草だから、草が生えてると機械で枯れないし、引っかかって汁が大豆について、大豆緑色になっちゃうんですよ。ですからうちはみんな草刈りで買ったり手で抜きます。ところがアメリカのあんな広い畑でこんなもん手で抜いたり草刈りしてる場合じゃないんで、どうするかって言ったら、この上からラウンドアップと言ってホームセンターに売ってる除草剤をバサーっとかけるんですよ。ただ普通の作物なら全部枯れちゃいますよね。ところがその遺伝子組み換え大豆にはこのラウンドアップがかかっても枯れないって遺伝子が組み込んである。だからバサーってやっても大豆は枯れません。で、草だけ枯れて後で残った大豆を刈るわけですね。だからこれがいわゆる遺伝子組み換え大豆、ね、だから遺伝子組み換え大豆って書いてなくて、除草剤まみれの大豆を使ってありませんって書いてあればはっきりわかるのに、だから結局言葉のあやでああいうハイカラの言葉になってますんで、ぜひ皆さんこれってどういう意味かなっていうのを知っていろいろ買っていただきたいなというふうに感じています。で、3つ目のお話、まさかプラスチックの
野菜で子供たちに食べさせるってことはないと思うんですけど、これが命のメーターとすれば、命があるもの、命のないものとすると、より決定的な差がもう一つあって、命のあるものは腐ります、腐る。で、命のないものは腐りません、腐りませんね。そして我々は結構この辺のものも食べてるんですよね。命のないものに近い部分、これはどういうものかって言ったら、いわゆる防腐剤を使ったもの。ただ防腐剤って、まあソルビン酸、ナトリウムというのがいろいろあるんですけど、代表的なやつですね。で、表示を見ると裏にソルビンって書いてあったり、もうナトリウム NA しか書いてないやつがありますけど、これを使うと腐りにくくなるんで、それはね、食品業界の皆さんは大変です、ね、弁当作って全部腐ってたんじゃ大変ですから、なるべく腐らないようにってことたちでこういうものを今まで使ってきたんですけど、実はこれと亜鉛という体の中にある物質、亜鉛が仲が良くておしっこで出ちゃうんですよね。そうするとどうなるかって言ったら、亜鉛ってあの老人施設とかでおじいちゃんがとかおばあちゃんが床ずれができたら、それを治すために亜鉛がたくさん含まれた小豆ゼリーとかそういうのを食べさせるんですね。そうすると傷が治るんですよ。要するに小豆に含まれている亜鉛が体の修復を促す機能があるんですね。で、大事な機能です。で、もう一つあるのが、あれ、味の脳に伝える物質です。ですからこの亜鉛っていう物質がどんどんなくなると味覚障害になります。何食べても味がしないし、もうどんどん味濃くなっちゃうんですよね。ですからこういう添加物がいっぱい含まれたものを食べれば食べるほどどんどん味覚障害に陥ってて、まあ傷が治っても、まあ言ったら例えば口内炎できてもすぐ治んないとかさ、だからそういう症状が出てきますね。で、この亜鉛とかこういうのなくなったら困るんですけど、最近スーパー行くとあのおにぎりとか売ってるところを見ると、あの添加物使ってませんとかね、そういうのが結構出てます。ですから皆さんはあのこういうものを食べないようにするために、スーパーで買うのは投票行為ですから、あのそこでどんどん添加物のないものをとあの買えば買うほど、こういうものが使った商品が減っていって、あの健康な食卓になるということですね。で、林野さんも実は、このおかがみにあのわさび突き込んでるんですよね、粉わさび。そうするとどうなるかしたら、カビにくくなるんですよ。だからあのお寿司とかにわさび入ってるのは、あれあの食中毒とかならないように先人の知恵ですよね。で、あのお弁当買ったりすると、実は上にね、薄いこういうシートが乗ってる時あります。なんじゃ邪魔だなってピッてはぐってると思いますけど、このシートたまによく見るとこの隅っこにわさおーろっていう書いてあります。これわさおーろっていうのは、そのわさびに含まれてるその O157 とか食中毒を防ぐ成分を研究して抽出したものなんですね。で、このわさおーろってやつをこの薄いビニールにシートにこう吹きくっつけてあるんですよね。ですからこういうことしてお弁当屋さんとかはあの O157 にならんように一生懸命努力されてます。ですからあの今度お弁当に乗っとったら、ちょっと薄いピラって乗ってたらちょっと見て、隅っこにこういう名前入ってないか見ると、あ、ここのお弁当屋さん頑張っていろいろと対策されてるんだなっていうふうに考えていただければと思います。10年ほど前にうちのおばあちゃんが90いくつで亡くなったんですけど、その時に葬儀屋さんが来て、なんて言ったかしたら、あの送り人呼びますかって言うんですね。送り人ってあのいわゆる納棺師、東日本大震災の時に傷んだね亡骸をボランティアで直してすごい感謝されたっていうあの方々ですわ。で、ところがそんなハイカラな人僕はいいですって言ったら、あのうちのばあちゃん10年ぐらい寝たきりで、腰は曲がってるし口は開いてたんですね。だから口閉じてまっすぐにしたらさせてあげたらどうですかっていうもんだから、じゃあお願いしますって言ったら、年の子は皆さんぐらいの感じの女性の方が一人来られて、でおばあちゃんをマッサージするんですよ。そしたら、ね、見てるうちにもう
生前の尊厳が蘇ってくるよね。うおーすごいと思って、そしたらうちの母親がそれを見て、私が死んだらすぐ呼べっていうぐらいのもう技術を持った送り人の女性の方で、ただそうやってすごいなと思って見てたら、ぽつりと一言に独り言を言うんですね。最近の死体腐りにくいんですって。要するに我々知らないうちにさっきの防腐剤みたいなものを体に取り込んでて、現代人はだいぶ腐りにくくなってるっていうね、そういう怖い話なんですけど、ところが日本は平成17年に食育基本法という法律ができましたね。この食育基本法っていう法律、こういう食にまつわるこういう法律、実は世界で唯一なんですよね。じゃあアメリカとか食の大国フランスはないのかって言ったら、作ろうとするたびにいろんなメーカーから潰されるんです。それはこんな体に良いことを推進する法律できたらね、ファーストフードとかそういうものが売れなくなっちゃうね。ですからもうどんどん潰されて、日本には小泉内閣の時にこれができたんですよね。でそれからというものを皆さんはこの法律で守られています。まあ幼稚園とか小学校でも朝飯食べてますかとかいろんなアンケートあったりとか、それにまつわることで保健センターでいろいろ授業やってて、僕もそれまではただのこういう話する変な格好したおじさんだったんですけど、平成17年からは野々市市の保健センターの授業で野々市市の保育園を全部回ってます。ぐるぐるね、巡回で話してる。でそういうことでやってます。でこんなものがね、アメリカはどうなっとるかって言ったら、今メタボ率70とか 80% とか、ほとんどの人がこんなになってますよね。ですからもう完全に食卓が壊れてて、お母さんが料理できないんじゃないですよ。もうおばあちゃん世代がもうおばあちゃんの家にもうピザの空き箱が山になってるっていうような状況で、もう完全に食卓が壊れてます。ですから日本はまだこれからね、いろいろこういう法律もできてるので、皆さん頑張って子どもたちの健やかな健康のために頑張っていけるんじゃないかなというふうに思ってます。で最後に、実は野々市市では毎月第一水曜日にノーテレビノーゲームで、ゲームでということで、この日はテレビ消してゲームやめて家族でご飯食べようっていう日を設けてます。だこの日の子供たちの連絡帳を見たら、お父さんのこんな話した、お母さんのこんな話で楽しかったってことがいっぱい綴られてますね。ですからぜひご飯を食べるときにはテレビ消してゲームやめて、みんな家族団らんで食べてほしいんですけど、実はずいぶん前にテレビで引きこもりの子を救おうっていう番組をやってたんですよね。そしたら実は東日本先の大震災の時に引きこもりの方が260人亡くなってて、で同じ数の保護者が死んでます。なぜかって言ったら引きこもりの子は逃げないから一緒に死んじゃったんですよね。だからそういうかわいそうな、ね、悲劇も起きてるんですけど、その引きこもりの子たちを助けようとテレビ番組見てたら、びっくりしたのが食卓風景。でっかい50インチのテレビがあって、食卓があって、家族がいて本人がいて食べてるんですけど、テレビを見て無言で食べてるんですよ、ずっとね。黙ってテレビ見て食べてるね。ですからこうやってテレビつけっぱで会話もなく口をすると、お子さんのやっぱ健やかな、ね、成長にはちょっと問題があるのかなっていうふうに感じてますので、ぜひそういう、ね、お子さんにならないように。でまあさっきの子供たちの様子見てたらそんな子はいないと思うんですけど、これからはぜひ、ね、食べるときはみんなで楽しく会話して食べていただければと思っています。これで私の話は終わります。ありがとうございました。で食育っていうことで、うちの給食も食べていただいて、それもどういう感想をまたお願いします、はい、量が多いなありがとうございますいつも腹いっぱいになって帰ってくるけど、すいません。はい、スパタ徳野の給食です。毎度毎度ありがとうございます。こっち、これ何？赤魚の竜田揚げです。
とこれは味噌汁だよね。けんちん汁。けんちん汁。はい。うん、でこれは牛乳で。分かるけどどこの牛乳？バターの牧場みたいな。どこの牛乳？どこの牛乳かな。北海道牛乳。あ、北海道。なるほどね。はい。じゃあいただきます。はい。なんかふわふわ。めっちゃふわふわで美味しい。このタプタ揚げ、うまい。ねえ。おいしゅうございました。ごちそうさまです。あ、手土産ケーキです。すげえ。ありがとうございます。はい、つばた徳の幼稚園の食育授業終わりました。いやいやいや、今回も笑わかせていただきました。給食もありがとうございました。腹いっぱいで帰ります。イエーイ。Thank you.